委員長の報告を求めます。農林水産委員長、平口博史君。ただいま議題となりました両法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。まず農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案は、農業の成長産業化および農業所得の増大を図るため、農業経営基盤強化促進基本構想を定めた市町村による地域農業経営基盤強化促進計画の作成について定め、この地域計画の区域において担い手に対する農用地の利用の集積、農用地の集団化、その他の農用地の効率的かつ総合的な利用を促進するための措置を講ずるとともに、農業を営む者の確保および育成を図るための措置等を講ずるものであります。次に農産漁村の活性化のための定住等および地域間の交流の促進に関する法律の一部を改正する法律案は、農用地の荒廃が進む農産漁村における農用地の保全等を図るため、地方公共団体が作成する定住等および地域間交流の促進による農産漁村の活性化に関する計画の記載事項として、農用地の保全等に関する事業を新たに位置づけ、当該事業の実施に必要な農用地等についての所有権の移転等を促進するための措置等を講ずるものであります。両法律案は去る4月5日本委員会に付託され、翌6日金子農林水産大臣から趣旨の説明を聴取し、12日から質疑に入り、翌13日に参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行い、昨20日質疑を終局いたしました。質疑終局後、両法律案について一括して討論を行い、順次採決いたしましたところ、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案は賛成多数をもって、農産漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律案は全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。なお両法律案に対し付帯決議が付されました。以上ご報告申し上げます。これより採決に入ります。まず日程第6につき採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。次に日程第7につき採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
事務所を理事会でしっかり協議します。そうですね。はい、わかりました。着席ください。この際、内閣提出刑法等の一部を改正する法律案及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案並びに米山隆一君ほか2名提出刑法等の一部を改正する法律案について順次趣旨の説明を